前であ、クライアントさんの前で、あれみんなすいませんごめんはおかけしておりますってなんかね、そんなそういう話も、まあ、これも我が家だけなんでしょうけどね、うん、もしかしたらそうかもしれないですね。 そんなのがありましたよ。エマちゃんさっきのあれでねこわってきてます、うん、愛ちゃんただいま参上ってあの見せちゃいましたよ、パステルアート、素敵なね、素敵なアートを見せてくれました、はい、いただきました、はい、こんばんは、ただいま参上と来ております。愛ちゃんが描いたのがこのパステルアートです。後半戦というか今来た方は見てないのでね、うん、これでございますよとね、素敵でしょ、うん、これぐらいでストレッチ、はい、ほらやっぱり Z さんチュラちゃんにびっくりって、おほらそうなんですね、そあの乾いた返事をありがとう、はい、なんかねそういうのも結構ある、うん、あとはなんだろう、例えばじゃないや、私がシュークリーム食べたいなって思って、はいはい、買ってある時買ってきたの、うん、家族の人数分、おそしたら帰ってくる子みんな同じ店のシュークリーム買ってきたの、えあったよね、我が家だから 5×人数よ、 5×人数、うん、おな合計何個になったんですか、20個になった、20個、うん、20個、しかもすごいですよ、同じ店で、そう同じシュークリームですか、そうわあ、そう召し合わせたかのように、あるね、すごいですね、本当に、うん、みたいな、そうみんなでえみたいな、なんであるの、うん、みたいな、そうえなんで今みたいな、買ってきたけどみたいな、そうあ買いたいなと思って買っていったらみんな買ってた、みんな買ってきたとか、あとあ今日買い物行かなくちゃなと思って買い物行って帰ってくると、はい、長男が買って帰ってきたもの、娘が買って帰ってきたもの、私が買ってきたもの、ほとんど同じなの、へー、はい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 、あるよあるよみたいな、ね、そう、これあれですか、なんか冷蔵庫の中に足りないものとかあるじゃないですか、うん、たまに卵足りないなみたいな、うん、そういう時に卵がかぶっちゃったとかもあるんですか、あるね、うん、本当になんかみんな気を利かせて、なんかあないから買っていかないとな困るなみたいな、うん、気づいたらあるあるじゃんみたいな、そう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 、あと私がなんか本土に行って出張で帰ってきて、あ鍋食べたいなって思って帰ってくると、はい、なんかもうお腹空いてるからさって、よく長男が空港に迎えに来てくれるから、はいはい、いやもうお腹空いてるから食べて帰ろうよって言うじゃない、うん、できてるから帰ろうって言って帰ると鍋なの、ね、うん、でそれも私が食べたい鍋なのよ、あーすごい、だからね家族で何ですかね、もう、うん、なんだろう、意識がもうつながってるんですかね、なんでですかね、すごいな、うん、なんですかね、なかなか家族でもここまでなんて言うんでしょう、うん、お互いを思い合えてるところはないと思いますよ、なんかねあるね、不思議ですね、うん、いっぱいあるうん、でなんか私が体調悪いなって思ってると長男がやってきたりとか、別にね今暮らしてるのに、かえってそれの方が心臓に悪いんだけどね夜は寝てるじゃんはい、はい、お母さん大丈夫みたいな、寝てんだよ私今日ちょっと調子悪いから早く寝ようと思って横になってて、なんかいい感じで寝てる時にボッてこうおーみたいな、やめてみたいな、びっくりするわみたいな、そう、そんなことはな、本当にすごいですね、でも勘弁してほしいよね確かに心臓に悪いですねこれは、そうそう、だからそういうね心地いい家に住んじゃってるから、はい、私はどこにも嫁には行けないのここが一番幸せだここが一番なんでございますよ、愛ちゃんとごようさんの会話がありまして、ふっぷくさんから、あ一服堂さんじゃないですか、はい、はい、一服堂さんからこんばんは、はい、用事があるので挨拶だけですがプレゼントの本届きました、はい、お礼報告だけ、エリューさん皆さん今日も愛してるよ、またお邪魔しますね、はい、ありがとうございますよ、わざわざそうね用事があるのね、気をつけて行ってきてくださいよ、うん、はい、はい、今ちゃん笑っておりますけどね、いっぱいあるのよこういう話、もうキリがないぐらい、キリがないぐらい、いっぱい、そうそうなんですね、あるね、なんでこんなにあるのか不思議なぐらい、不思議なぐらい、これ家族で同じ目みんなで見たりするって言ったじゃない、はいはいはい、今までに1回だけじゃない2回、何回か、何回かある、何回かある、そう、うーん、そう
一回でもなかなかできない経験なのに、うん、すごいね。あと長男が不思議と大きい地震の前に部活を休む、はいはい、え、今日部活休むよってさらっと言うの、今日は部活休むよ。これはどこか体調が悪いとかではなくて、うん、なんかね、うん、今日はいかんみたいな、それで一回あの内陸地震の時にも、はい、あの子がいたおかげで助かったとかね。そうなんですか。あと、うん、あの大きい震災来た時も、うん、なんか今日休むって言ってそのおかげでこううまく物事が運んで、はいはい、助かるとかね。へー、うん、何か持ってるんですかねこの、うん、感じるものを、うんうん、あと次男で助かることってなんだろうな。掃除が上手天才的にうまい。 そんなにですか、うん、次男と三男坊は掃除がもう天才的にうまい、うん、細かいところも綺麗にしちゃう、うんうん、男性でなかなか、ね、うん、掃除が上手な人っていないですもんね、うん、あれはうまいよね。続けてほしいのにね、みたいな、うん、すごい綺麗になる、ね、すごい本当、空気まで綺麗になる。すごい素敵ですね本当に、うん、毎日やってほしいですね。まあその子もあの自立したので独立したので、はいはいはい、うん、まあのんびりとやってますよこっちはみたいなね感じで言ってますけど、そうか、確かに何か最初に言ったじゃない、あの、はいはい、あのお父さんはどっちかっていうと亭主関白でって、はい、お母さんは尽くすタイプでみたいな、はい、そうよね、うん、お父さん残されないといいね。残されない、うん、あ、そうすると、ね、そう、うん、何もできないもんね。そうです ね、なんか心配になっちゃいますね、うん、そう考えたら、うん、あれ何人兄弟なの。私3人兄弟で一番下の末っ子なんですよ、うん、そんな感じがする。あ、しますか。よく言われますなんか愛されるだろうなって思う。あ、嬉しいですね、うん、そう言っていただけると。なんかこうなんだろう、とってもこう なんだろうな、可愛いなって周りが思う空気感を持ってると思う。空気感、うん、あ、なんかちょっと照れる、うん、だからこれはなんか持って生まれたもんだと思うよ。そうすいません、ちょっとあのミキサーの席ですっごい照れてちょっとあわあわしてるんですけどそう、うん、そう、嬉しいな。え、嬉しい。え、なんかまた嬉しいことが、はい、加藤愛ちゃんからスタジオにもパステルアート飾るなら書いて送るよって。え、いいんですか。え、じゃあ、え、もしね、お願いしますたら、え、お願いしたいです ね、うん、え、またこのねスタジオも綺麗に華やかになると思います、ね、すごく。そう、うん、ぜひじゃあよろしくお願いします、ありがとうございます、ちょっと局長いないうちに決まっちゃったみたいな、ね、もう、はい、もうこれはみんなお願いしますって言うと思うので、私が、はい、よかった、じゃあ代表してお願いします。イエーイ、はい、愛さんありがとうございます。ね、どんな感じかな、いいですかね。やっぱり FM 技能案で入った方がいいよね。そうですね、何か関係するものが、うん、あるといいですね。なんだろう、やっぱり一回来て見てもらってからかな一旦沖縄にね、そう、来ないと思う、ゲストで愛さんを、そうもう愛ちゃん喋り出したらなんか止まんないような気がするんだよねなんか可愛い感じが、なんかカワウソのぬいぐるみ持ってきそう。かわいらしいなんか水族館に行ったっていうのアップしてて、はいはいはい、カワウソ、あれカワウソだよね、あ、違った、カワウソかなんか、可愛いぬいぐるみ持ってて、はいはいはい、うん、なんか愛ちゃんらしいなと思って、そう可愛かった。へー、トイは迎えに来てくれるなんかあれ、 松山空港に行ってもらって、飛行機に乗ってもらって、私じゃあ那覇空港で向かいは沖縄の方からねえそれみたいなもう盛大にお出迎えしましょう。あのパタパタしてみんなで一文字ずつ、愛ちゃんようこそみたいな何に行かなくちゃいけない ねじゃあちょっと考えましょうね、愛ちゃん、はい、その辺そんなこんなんで、なんかやっぱり、え、愛ちゃんないですか、我が家の摩訶不思議なんて、うん、そうだ、愛ちゃん本当 GoTo で今すっごい安いよらしいですね、うん、
そしたらさ、はい、ミスター近所も GoTo に入ってんのよ、はいはい、でなんか2000円ぐらいで泊まれるらしいよ。一泊ですか？一泊一泊。安い。だからさ、いいんじゃん。いいですね、うん、またもともと安い。ミスター近所はもともと安いんですけど、そうさらに安くなって、さらに安い。うわ、もうこれは今ですよ。今ですよ。もう本当、はい、お待ちしてますよ、うん、皆様。そう、あの各地の名産品を持って集合みたいな。沖縄で宴会しましょう。そうリスナーの皆さんと。そう、泡盛で、オリオンビールで。どうなんね。このあね、そんななりますけど。はいはい、そうだよね。本当なんか、あの、私あれいつだっけ、京都かなんかのを調べたら、あの3万以内で、あの飛行機とホテルで。飛行機っていうのは往復の、往復と、はい、あとホテルのあれが入って3万以内で取れるんですよ。ところが私それうまくいかなくって、はいはい、もたもたしてるうちになんか高くなっちゃった。あ、そうなんですね。4万近かったみたいな、ね、あららら。まあいいんですけど、それでも安いですからね。そうですね、うん、そう、あのなんかあの現地に行って証明書もらって申請する方法もあるし、現地行って自分のなんか身分証明書見せてっていうのもあるし、はい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 、なんかいろんなパターンあるみたいだけど、ツアーというかパックで頼むと、うん、カード決済なんでそこでもう、うん、全て済んじゃうんですね。全て済んじゃう。いいなと思って。いいですね。そう、楽に、なんか気持ち楽に行けますよね。そう、うん、でなんかあの GoTo もそういう部分だけじゃなくって、あのなんか町なんとかかんとかキャンペーンみたいなので、はいはい、なんか町の中でもそういう GoTo に合わせて食事安くとか、商店街とか、そうあとお食事どころとかも、おそういうとこね、私が行きたいとこが安ければいいんだけど、はいはい、安くともな、食べたくないもん食べたくないもんってまあそんな感じでございますが、千葉勝ジェアさん、あのお見え見えでございます。仙台沖縄11月7500円、素晴らしい。素晴らしい。ちょっと行きましょうかね。いいですね。どう行けそう？イベントが、イベントが。あれ仙台なの？あれ仙台です。なんちゅうやつ？ハイキュー。ハイキュー。あ、やってないや。終わってます。あらららら。その時はまた東京で別の。ご予算、それいいですね。はい、わかった。一緒にエリューさんに会いに行こう。一緒ですか？別々に楽しみたいんですけどね。まあそれはまた後々。やったーってなっちゃうじゃん。オッケーですよ。うん、はいはい、はい、いいですね。皆さんみんなで会いましょう。そうですね。みんなで会って楽しく時間を過ごしたいですね。そうですね。いいですね、それね。じゃあ全員参加で、全員参加で。あ、私も行っていいですか？もちろんいいんですか？ありがとうございます。後で交換しよう、連絡先。ぜひぜひ。もう本当にね、そんな感じだけど、あの沖縄の水族館に来て今2つになってるんですよね。そうですね、 DMM のイーアスにできた水族館と、うん、チュラミ水族館ですね、うん、この間久々に行ったの、チュラミ水族館。そうなんですか、うん、はい、どうでした？いや、いいね、久々に行くと。なんかね、今まで子供と一緒に行ってたんだけど、はいはい、ちょっとあの大人になった自分で行ってみたの。なんかこう子供のこと考えて見てるとか、うん、危ないよとかっていうのを考えないで、この自分のペースで見れたから、なんかね、よかった。すごい神秘的ですよね、水族館ってね。そう、なんかね、いや、いいよ、自分のペースで見れる時間っていいよ。うん、まずもう一回行こうかなと思って。ジンベエザメが餌食べるとき立つんだみたいな。あ、そうですね、餌やりの時間もね。そう、なんかよかった。はあ、そうなんですね、うん、なんか10月からまたオキちゃんショーも復活するみたいですよ。涼しかったら外に行ってもいいけど、私あんまり暑いの好きじゃないからさ、外の見ないんだよね。そう、涼しくなってからまた、じゃあ、ね、よかったらね、はい、いいはずよ、うん、いいはずよ。いいはずよ。これはこっちしか通じないんですよね。あ、そうですね。沖縄のこっちしかね。うん、そうか。あ、いいね、いいね。私さ、あのいっぱい会いたい人がいて、はいはい、Facebook でつながってる人たちでも、この間もちらっと名前出したの、京都で今度お会いするんですけどね。はいはい、横山さんっていう方とか、松本さん。
とか、はい、あのこの方たちは神社仏閣のいろんなのでつながってて、あのなんか2人でどっか行くっていう話になって、私もってなんか私もって言って仲間に入れてもらったんですけど、うんうん、行ってきますよ。おいいですね、うん、で、はい、なんかあのその時に横山さんがあのなんかどっか行くはずだったんだけど、なんかすごく行けなくなっちゃって、近場でなんかこの屋台のやってるなんかどこでなんか楽しんだみたいなのが、うん、上がってて、いや私もコースにはこれを入れてほしいですねっていうのをアップしたんだけど、いいよね、いいですね、屋台でそういう、うん、お楽しみがあるっていうね、うん、やっぱり食は大事ですよね。食は大事ですよ、ね、うん、食がまずいと楽しい旅行もあってなりますもんね。ご飯一緒に食べて美味しくない人とは言いたくないよね。ですね、うん、なんかさ、うん、やっぱり食べろ食べろ言ってくれる人いいよね。あ、いいですね、うん、あと一緒に食べてあの、うん、すごい美味しそうに食べる人ってね、そう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 、いいですよね、うんうん、なんかあのでなんか食べててもう苦しいんだろうなっていうのをさ、なんかこうさりげなく分かってくれる人、はいはいはい、うん、だけどそこにもう一回突っ込むみたいな、もっと食べろもっと食べろみたいなね、あ、はいはいはい、うん、そういう人好き好きなんですね好き好き、なんかこうなんか高校生でもあるまいしとか言いながらも、うん、なんかそういう人好きですね、あ、うん、いいですね、うん、でなんか言いながらお互い笑っておいおいみたいなね、いいですね、いいです、私とチュラがそういう感じです。あ、そうなんですか、うん、そう、あ、意識してなかったから今まで、あんたのこと読みながらなんかね、あと次男坊と仕事の出張は楽しい、うん、ノリがいいので、あ、そうなんですね、そうそう、そういうとこがいいですね。千葉克也さん、美ら海水族館は伊江島がすぐ前に見えるのがいいね、いいですよね、美ら海のなんか上のカフェがあの本当に伊江島パッと見えて、うん、なんか見据えられてるって感じ、こっちが見てんじゃなくて、うん、向こうにね、そう、タッチューが見えるみたいな、うんうん、伊江島行って具合悪くしましたけどね、私、あら、そうなんですね、2泊3日かなんかで行って寝込んじゃってずっと、来なきゃよかった、これもあれじゃないですか、摩訶不思議な体験じゃないですか、そう、うん、そう、うん、きつかったわ。愛ちゃんから来ておりますよ。はい、愛さんから、エリューさんと一緒にご飯食べたら美味しいと思うですね。美味しいよ、私と食べたら。あれ？ああ、ごめんなさい、返事あれだと思います。そうで、楽しいってね、うん、すごい美味しさもまたレベルアップしてた、うん、大したものじゃないものでも私と食べると美味しいかも。おー、なんでかっていうと、はいはい、私ね、口癖なの。お、何がですか？美味しいって。美味しいって。そう、まだ入れてないと思う、うん、美味しい、うん、食べて美味しいって言ってごめん間違ったとかね、これは違うとかね、これはちょいといただけんわみたいな、ね、これもいいかもって言って他に流すっていう、そうそう、ちょっとこれもいいかも、試してごらん返してこなくていいからねみたいなねそっちで食べて食べて気にしないでみたいな自分で頼んだの食べてそっちが美味しそうだよねあ、じゃあ食べるみたいな交換するしないしないみたいなあ、なんかね、あの私パンケーキ大好きで、はいはい、あのパンケーキとアイスクリームの食べるスピードが異常に速いんですよ本当にびっくりするぐらい早くて、あの背中島のあの幸せのパンケーキ、はいはい、ありますね、食べそう食べに行ってなんか面白いエピソードが出てきて5分もしないでなくなったんですよ、えあれみたいなみんなまだ1枚ぐらいしか、あれ3個ついてくるから、そうですよね、うん、はいはいはい、みんなはまだ一つ食べ終わってないうち、ああって言うと、ああって私が言ったら、周りでもう、って、何って、そう、終わっちゃった。本当に一瞬で、一瞬ですね、本当に。こういうことかっていうぐらい一瞬でなくなって、あ、食べるみたいな、こっち食べるみたいな感じで、お、食べるって。びっくりする、本当に、ね、だってさ口の中入れると、はいはい、シュッてなくなるじゃないあのパンケーキ、そうですね、ふわふわですもんね、あのパンケーキ、あれなんか、え、何半分に切ってまた半分に切って、あれ、もう
気づいたのみたいな誰が食べたのみたいな知らないうちに食べたの誰で周り見回しておかしいな本当にその時間だけなんか他と時系列変わったのかなって本当に早かったです本当一瞬で切れるの、じゃあ好きなものは本当に早いね食べて食べちゃうんですねそう早いよ早かったですね、うん、時はパンケーキとアイスクリームは早い早いんですか、うん幸せすぎて、うん、一瞬で消えちゃう消えるね消えちゃうね消えるね本当にあれはいつ話しても笑い話にできる本当にあとシュークリームシュークリームも好きなんですか好きなんかさパンケーキとシュークリームって、はいはい、なんかこう嫌なことあった時とか寂しいなとかちょっとグッとくるようなこととかあった後に、うん、なぜか癒してくれるよねあこの2つが2つがそれを気づかせてくれたのは子供たちだったあそうなんですか、うん、パンケーキ作ろうかって長男とかあもうあそうだねとか言うとしんどいのって言うからなんでって言うといやパンケーキ食べるって言ってうんって言う時ってなんかあるからねとかだから逆だよね普通親が子供になかったかなってパンケーキ作ってはいって出すならさ、はいはいはい、素敵なお母さんねみたいな感じだけど逆だもんねいやでもお互いじゃないですか、うん、やってくれるところもあるからちゃんとあるからあるのであるのでお互い持ちつ持たれつ、うんうん、いいですね、うん、ですかね、ね、本当にね素敵な家族ですよ あるリスナーさんが、はい、なんだったっけなチュラのことを、はいはい、若いのにきちんと敬語も使えて、うん、素晴らしいねリュウさんってはい、はい、いうことを言ってくださったんですね、はい、そりゃね私が隣でこうモニターには見えない感じの雰囲気でって見てるあやばいやっちゃったみたいなそれを察してたんですかチュラさんいやじゃあでも、ね、ラジオではそんなに、うんうん、面白いことあるで、ね、す、うん、やっぱりこう、はい、家族だけじゃない時に言っちゃいけないことってあるでしょ、はいはい、そういうのポロって言った時にみんながこうなんか言ったみたいななんか私聞こえてないけどみたいなその空気がもう絶妙にうちの家族がうまいあ出すのも察するのもそうなんか全然なかったかのようにな, んかそのなんかこの家族じゃない人がえ何みたいな顔した時に、うん、なんかありましたみたいななんか幻聴でも聞いたんじゃないみたいなみたいな俳優さんですねみんななんか独り言がでかいみたいでなんかあつながったみたいなこの間ね特番の時も見てたと思うけど、はいはいはい、あの龍太郎様の事務所の代表だよ代表に聞こえる本当に独り言のつもりで喋ったらみんなにおいって突っ込めて俺みたいなおおおどうしたどうしたちょっと見てここに来る前に1回テストで、はいはい、あのジュンフルで、うん、ズームでちょっとテストを代表としてたらみんなであどうもって言ってるのにチュラはやめてくれみたいなねありましたけどそういうところがまたねチュラのこの人から好かれるという、はい、なんかもうね代表もゲラ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 もう、ね、笑ってたのであよかったなと思ってでもまあその後になんか私がもうなんかやらかしてるので龍太郎様にもうなんか照れくさくて恥ずかしくてこの隠れたっていうねこの席ですかもうなんかね隠れたのみたいな画面にも後ろにもこの龍太郎さんがいるっていうのであ、ね、あーみたいなもうどうにもできなくて隠れるっていう大変仕方ないじゃないもうねそれぐらいさ好きなんだからですね、うん、だってさ自分の好きなさ、はい、俳優さんとか、はいはい、芸能人とか、うんうん、ねどうする出てたらいや同じ状況になっちゃうな、うん、なるでしょほら私正常テンション上がっちゃいますよねあもう突き抜けてましたもんねこの前のね特番がいいですってどうしよう本人が
う洗いたがってきてますからもう恥ずかしいったらその話をなんか反省会的にちょっと大丈夫だったんでしょうかねやっぱりって何かが私こう念押し聞いたら笑うんですよ、はいはい、何も言わずにあれもあれでよかったよみたいな、うん、いや俊彦さんはねで龍太郎様は何ておっしゃってましたかっていや面白かったねって言ってたよ、またもうね1回目の打ち合わせというか、はい、ご挨拶をしたんですねこの番組の時にであのその時にやっぱりちょっとね阿部龍太郎先生とお呼びしなさいよとこうアドバイスもらってたのに、はいはいはい、私ねやらかして龍太郎さんって呼んじゃったのにでそれを普通失礼しましたって言えばいいものを、はいはい、下向いてああ言われてたのに言っちゃったよって龍太郎様に龍太郎さんって言っちゃったよって下向いて喋っちゃったのが全部聞こえてるの拾ってますからね全部ああ恥ずかしいっていうかさもう落ち込んで泣く寸前まで行ってて、はいはい、もう私ダメだもうダメだって思ってもう必死にみんなの前では泣かないぞって思ってこらえてよしランチミーティングだって言って場所を移動して、はいはい、ご飯とこ行ったってもうどうしようもないからうさばらしにまずカラオケ行こうで行きましたカラオケ歌えないの全然ショックすぎて、声も出なくてもうぐっとこらえててで、まあ、そこにあの俊彦さんというか代表から電話来てね、はいはい、先ほどはすいませんありがとうございました反省もできないのよ反省の言葉も言えないわけ逆にショックすぎて自分がそしたらいやいやよかったよよかったよって、まあ、代表に言われてもなとか正直代表に言われてもなっていうのが本音で私はもうダメだもうどうしようもないやつだとか思ってたらああの阿部がね可愛いじゃんって言ってたよって言った瞬間ねもうパンもう携帯持ったらやったすごかったよねあの時ね号泣号泣あの後部屋に戻ってきてずっともううって泣いてて号泣してよかったよかったこここのあのメッセージスクショ撮っとこうみたいな嬉しいから嬉しいからこれもう後で待ち受けにしようみたいなねいや本当にもうその後はもう俊彦さんというか代表にありがとうございましたありがとうございました頑張りますってもう何言われても頑張ります無理なんだ言われても頑張りますみたいなこと言おうと思ってでも何も大変なことはよかったはい、はい、いやそんなのありましたね子供たちが大変だったと思うもうテンションが上がったりそうそう落ち込んだりねきつかったわ大きな大きなものがねそう、はい、でなんだかんだ言ってこの緊張がずっと続いてて1ヶ月半そうなんですかそう、そしたらあのちょっと私の中のヒーローがいましてね、はいはい、そのヒーローがこの特番の3日ぐらい前に誘ってくれてご飯に連れてってくれたんですよでその時にあのいろんなこの本当に静かなお話をしてくれてでそのお話の中で私この1ヶ月半ぐらいの間のずっとこの特番のことを忘れたことなかったのにその時間だけ忘れたの忘れたのそしたらそこでこのプレッシャーから解放されて、はいはい、うんでそこでかな楽になってまあ緊張はありますけどねちょっとリラックスですねそうそうそうだからヒーローはねもう感謝ですよだから私にはたくさんのヒーローがいてねありがたいありがたいですね支えてもらいながら支えながらですね、うん、本当に私支えてない知らないうちに支えてるんだと思いますよ、はい、イエイはい、愛さんの方から先に読んでいきます、はい、エリューさんの愛情弁当が食べたい、はい、作ってお待ちしておりますよ、はいはい千葉さんから お前のいいところは美味しいと言って食べることを母親の忘れられない褒め言葉ってことですねいいお母さんにね言われたそういう言葉って忘れられないよね忘れないですよねなんか千葉さん美味しそうに食べますもんねそうですねいっぱい食べてくれるからうんなんか勢いが良くて人数割りしませんって言ってはい、はいはい、ひーさんからこんばんはとのことです、はい、こんばんはでございますお仕事お疲れ様でしたね今日も忙しかったですかっていう会話をしちゃうというね次
いてなんかこうしちゃうって返してくれるしみたいなね、やっちゃうんですけど、今日今のはなんかちょっと我が家のあの摩訶不思議みたいな話をしてたんですけども、どうかな、まあいろいろあるよね。まあいろいろすごいずれてて、なんだそうです、あずれて